後僕は眠りに落ちてしまったんだった。夢に逃げればどこだっていけるし、嫌になれば変わるシチュエーションだけど誰もが追い抜いていくんだ。夢うつつの隙間に潜った。君と未来その棒だが揺れ動いた。答えが出る頃が遅い。Yeah.